お酒飲むよーって方、ついつい食べ過ぎてしまうよーって方、今回のシットウォークを行うことで腹筋よりも簡単なのにお腹を引っ込める力がものすごいあるんです。前かがみになってお腹を膨らませてみてください。息吐きながら引っ込めて胸を張ってみてください。このお腹のへこんだ姿勢、これを作ることができてきます。普通の腹筋運動ではお腹を引っ込める力に意識がしにくいです。今回はお腹を引っ込める腹筋の奥にある深層部を使うことができるんで、1回でお腹が引っ込みます。今回1種目7回になってます。誰でもできる内容ですんで、お腹引っ込めたい方一緒に頑張りましょう。お腹をへこませるポイント、前かがみでお腹を引っ込めて、そこから胸を張る。この姿勢が作れるとお腹がスッキリしてきます。まずは楽に座った状態でスマホ目の前を置きましょう。前かがみになってお腹を引っ込めたら胸を張るってことを7回やっていきます。息止めやすい人は同じように数字を数えると行いやすいです。いきましょう。前かがみから1、2、3、OK です。指先外側向けて手を後ろにつきます。このまま息を吐きながら、ふうふう、腹筋運動の腹部を作っていきます。7回いきましょう。1、2、しっかり肩甲骨寄ってください。3、4、5、6、7、OK。今度は膝を曲げましょう。上半身は一緒。腰を丸めてお腹引っ込めながら足踏みをやっていきます。息吐きながら真似してください。行きましょう。1、2、3、4、5、6、7、OK。今度は後ろに肘をつきます。腰を床につける感じで手を開いてください。このまま足を動かしていきます。足はあまり床にベタッとつけずに軽くタッチしたら入れ替えていきましょう。スタート。1、2、3、4、5、6、7、OK。このまま両足です。息吐きながらいきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、OK。そのままあぐら足にしましょう。足を伸ばして引き寄せたら足を入れ替えて7回繰り返します。頑張っていきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59、60、61、62、
なりましょう。手を脇の下について足開いて上体を反らします。息吐きながら7秒。1 2 3 4 5 6 7 OK。 それでは上向きになりましょう。最後腰をストレッチします。両足を抱えて7秒キープ。息止めないように吐いて1 2 3 4 5 6 7 OK。 今回のメニューは姿勢からお腹がへこみ弱い部分を鍛えられて硬い部分は伸ばされてお腹のへこむ姿勢が簡単に作れます。腹筋より楽でも効果的なので毎日1回続けてください。コメント欄を使っても結構です。何月何日丸といった感じで記録に残していくことで習慣にすることができます。やってみた人はグッドボタンやコメントで教えてください。